毎日コツコツ毎日坂立つ坂立つ TV こと坂井達也です。皆さんこんにちは。はい、今回の動画はですね、なんと皆さんにご報告があります。そのご報告は、今シーズン坂井達也はトライフープ岡山でプレーさせていただけることになりました。ありがとうございます。はい、もう SNS 等で、知っている方はいらっしゃるかと思うんですが、はい、発表があった通り、今シーズンは B3 のトライフープ岡山でプレーさせていただけることになりました。ありがとうございます。なんで、こんなにビシッてスーツを決めてるかと言いますと、まあ、この撮影のためっていうのもあるんですけども、この撮影の前に、オンラインで記者会見の方をさせていただきました。そこで僕自身が、今シーズントライフープ岡山でプレーするっていうこともリリースされ、改めてオンライン記者会見で発表させていただきました。はい、なのでビシッと決めてはいるんですけども、皆様、トライフープ岡山は、オーダーメイドスーツでみんなビシッと決めてる中、僕一人ポツンとちょっと急遽用意したんで、ちょっとチャラチャラした感じにはなってますが、こんな格好で、オンライン記者会見させていただきました。はい、改めまして、岡山の皆様、はじめまして、坂井達也です。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、僕自身、昨シーズン、まあ、コロナの影響で最後まで戦い抜くことができなかったんですが、このような大変な時期に素晴らしい機会を、また素晴らしいオファーをしていただいて大変嬉しく思っております。はい、僕自身にとっても、B3 という新しい舞台での挑戦にはなりますが、今まで通り毎日コツコツ日々精進して、パフォーマンスを上げて、もっと上の目標に近づけるように毎日コツコツやっていきたいと思います。越谷の皆様には、たくさん応援していただいて本当にありがとうございました。越谷の皆様には、また改めて動画を撮ろうと思っているので少々お待ちください。はい、今シーズンは B3 という舞台で自分にとっても新しい挑戦、そして、まあ、初めてのプロキャリアをここ岡山で迎えられたことは とても嬉しく思っております。これから自分の目標でもある、上のリーグに行くっていうプロキャリアを積んでいく中で、大事なシーズンになっていくと思います。先日リーグが発表したように、B3 は1月開幕っていうのが決まってるんですけど、それまで、一から体作りをし直して最高のパフォーマンスを皆様の前で提供できるように日々精進してまいりますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、それでですね、一つお願いがあります。めちゃくちゃお願いがあります。はい、それはですね、私まだ岡山に来て数日しか経ってないんですけど、全く岡山のことがわからないので、ぜひ岡山に詳しい方がいらっしゃったり、岡山に住んでるよって方はどしどし私におすすめの場所を教えてください。よろしくお願いします。はい、もうすぐにその情報の通りに、観光行きたいと思います。はい、まだまだ岡山初心者なので、皆さんの情報を頼りに岡山の、いいところに行って、それをまた動画で、皆さんに配信できたらと思っております。はい、他にもですね、僕の岡山での日常生活や、まあ、バスケットもそうですが、いろんなことにを発信していこうと思っております。いろんなことを発信していこうと思っております。はい、ありがたいことに、コメント欄にいろいろとコメントしていただいて、
中学時代の試合の解説付き動画だったり、高校時代の試合の解説付き動画、またいろんな話をしてほしいっていうコメントがありましたので、まあ、それも同時並行で、やっていけたらと思います。はい、で今まで、坂田スティービーを見てくださった皆様、本当にありがとうございます。感謝しております。はい、こんな未熟者ではありますが、これからも、応援していただけると幸いです。はい、また、皆さんも、僕にやってほしいことだったり、このようなことを動画にしてほしいなどありましたら、コメント欄にどしどし書いて教えてください。参考にさせていただきます。はい、改めまして岡山の皆様は今シーズン、よろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったなと思ったら、また、どこに行っても坂井達也を応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、どこに行っても坂井達也を応援しようって思う人がいてくれるのであれば、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。チャオ。